まずご飯の方はですね、まあ、もうハンバーグが美味しいのでね、あんまりご飯にそんな味はつけたくないなと思ったんですけれども、卵の黄身と長芋をね乗せたまずご飯、これをご飯としてご用意しました。あともう一個付け合わせとしてはですね、まあ、デミグラスソースが濃厚なのでかぼちゃを使ってですね、あと濃厚なソースに合うようにアボカド、この2つを組み合わせたちょっとねわさびでアクセントを利かしたサラダを考えました。これは多分3つ一緒に食べるとねバランスもいいですし味もとてもいいと思います。